はいどうも、皆さんこんにちは、モッティーです。ということでやっていきましょう。パズマリー裏のワールド5のお城。はい、ということで、じゃあちょっと今日ね、いろいろお話ししながらまたやっていきたいと思うんですけども、結局パーティーは変わらずにこのパーティーで行きたいと思います。よろしくお願いします。マイクの音がちょっとちっちゃいんで、マイクの音を上げます。 OK でーす。さあ行きましょう。回復なしコースですか。あ、回復なしコースだったんだ。じゃあ余計にこれでいいですね。はい、じゃあまずとりあえずは普通にやっていきましょうか。1,2,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 
1、下通して、下、上、下、下から行こう。一番最初はほんととにかく大事だからね。はい。はい。4、5、6、OK ですと。はい。たまたまだけどね。まあ、5色コースなんで、まあ、普通にやるよりは全然簡単かな。通常コースよりは簡単かなっていう感じですが、さあ、ちょっと余裕が出てきたら、ちょっとお話ししたいなと。バカですね。ひどいですね。ひどいですね。5、6、運だけで持っていく。今日は運いいのか？なんだろうね。今日運いいんですかね。いや、あのですね、ちょっとお話ししたいことがあって、結構皆さんからね、いろいろアドバイスいただいて、本当に、めちゃめちゃ助かってるんですけど、ちょっとね、いくつかそのアドバイスに、いただいたアドバイスに関して、ちょっとね、お話ししたいなと思っておりまして、というのは何かというと、いろいろアドバイスくれた中で、ちょっといろいろ僕なりに、あ、これいいんじゃないのかなっていうのを、こう、いくつか、ね、試してみた。で、一つ目が、見て、パーティーを、闇に統一したらどうかっていう案。これ、あの、しえ。もう一個、来ない。案がありましてね。なんかその、単色にすることによって、そのドロップ、要は闇だったら闇、光だったら光とか、そういう感じで、火力を上げていくと、一発の火力を上げていくっていう、そういう案があったんですけど、で、それでちょっと一回、ちょっともうクリアした後のステージね。あ、揃ったんだね。ちょっとまだ見えてないな。ちょっとパズドラ全然見えてない。今日ね。うん。たんですけど、ただ、結局のところ、確かに、6色揃うと、あ、6色揃ったら、まあ、すごい攻撃力上がるじゃないですか。逆に6色揃わなかったら、結局火力自体はあんまり出なかったんで、実際問題。なんで、おし、うまい。来い。闇、オッケー。そう、なんで、なんか結局のところ6コンボ決めなきゃいけないんだったら、じゃあだったらその闇単色で揃えることによってサブがまあ弱くなっちゃうでしょ？だからもう平均的にバランスよくやった方がいいんじゃないのかっていうのがちょっと今回が思ったうちの一点。で、二つ目が、その、いつだかのね動画で、ものすごい運が悪い時の動画があったでしょ？全然決まんねえっつって。で、その時の動画を見て、ロゼッタ使えばよかったんじゃねっていう意見。やべ、ライバイ君を言って、これは負けたかもしれない。2色しかない。あ、負けたくせえか。これはだ、もう、とにかく6色決めるしかないんだ。ちょっと集中。ちょっとごめんなさい。話し後で。違うな。これはどうしたらいいんだ、これ。あ、だよね。やば。終わった。あかーん。あー、助かった。マジでー。でもどっち？これは、左だな。結局のところですよね。さあ、体力回復しきらないから、これはちょっと無理やり闇を作るしかない。で、2、3、4、5、6、OK！ 今日は運あるな。運はあるな。運はあるけど、でもダメなものはダメか。そうか。こういう、まあ、ライトバインドとか食らった時は確かに単色パーティー強いかもしれないですよね。闇パーティーとかね。うん。で、そう、ロゼッタ使ったらどうしたらいいかっていう話に関して言うと、
結局今主体で使ってるのが猫マリオじゃないですか。猫マリオを使うってことは、はそれすなわち6コンボ決めなきゃいけないんで、そのロゼッタの、まあ、要はなんだ、4色以上っていうの決めたら OK みたいな、ああいうのはなんか結局のとこ火力が出ませんねってしたちゃんちゃんみたいな感じになってしまう。やっぱ結局のところこれが一番現状としてはパーティー的にはいいパーティーなのかなっていうのをすごい思ってて、ちょっと僕としては皆さんにせっかくアドバイスいただいたのに、ちょっとなんかあんまり腑に落ちない結果になってしまって申し訳ないな。だから結局のところやっぱもう6コンボひたすらできる、もう連続で常にできるぐらいのパズル力を上げていかなきゃいけないのかなっていうね、ってなってくるとちょっともうだいぶあれだよね。よし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 、オッケーオッケーオッケーって。難しいよね。もうほんと特訓あるのみたいな。特訓あるのみっていうレベルになってくるとそこまで熱入らねえんだよな俺。パズドラ、そこまで熱があるんだったら多分本気やってるじゃん。そもそもマリオだからやってみたんですがっていう、そこが、あーそこは青はな、今連鎖できたな、下まで見えてなかった、そこな。ちょっともうちょっとね、まあだからいいさ、本当だからいいサイト、いい指南サイトっていうんですか、連鎖指南サイトをもう僕がどれだけ早く見つけられるかの勝負みたいな感じで最近なってきてて、本当にやばいマジで。全然よいしょ、はい、大合唱して、ちょっともう本当にちゃんとしよう。ちゃんとしてるんだけどね、これでもね。本当ちゃんとしてて、ダメだから、マジで才能はないんだろうな、みたいな。2、3、4、はい、5。草、オッケー！もう一発ぐらい入れないとダメでしょ、確か。バッターが。しかも闇がないんだ。全然ダメでしたね。はい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 。あーマジパズル、ごめん途中で操作が鈍った。こういうのがな全然わかんないな。5、6、青、よし、オッケー。どうなんだろう、あとはさ、ゴールデンクリボーいるじゃん。ゴールデンクリボー結構ゲットしたんですけど、ゴールデンクリボーのレベルを上げて、結構こう戦えるようにして、で、なんだろう。なんか、その、ゴールデンクリボーの特殊能力をフル活用していくみたいな。ゴールデンクリボーの特殊能力っていうのはちなみに何かっていうと、特殊能力を使うことによって、素早さ、何言ってんの？スーパーブロックを1個出すことができるっていう、そういう能力ですね。そこの結構重要性が本当に重要なんじゃねえのかっていうのを最近ちょっと気づいてる。はい。一回クッパブレス使って、地味に削って、地場削りして、キャットウォーク使って、で、3色にしましょうか。3色にして、で、下から行っていい？下から行くときつい。あー待って。でもコンボは繋がったからまあいいでしょ。逆に。逆転の発想。オッケー。やっとちゃんとできてる。なんか今日はわりかし、自力であんまりいけてないけど、運でどうにかなってるね。だからこれぐらいの運があってくれると本当にね、助かるわけですよ。縦、抜け、下、抜け、左、青から行こう、左下の。青、闇がどう並ぶ？あ、そう並ぶのね。で、青が並んで、ぐるぐる並んで、闇、ジエンドになっちゃうから、こう、左から食うか。はい。こうして、ぐるぐる回して、こう。はい。で、青の受けを待つ。よし！
マジで今の。てか4つしかなかったか。全然ちょっとセンスがなかったですね。ちょっとヒールウェーブで回復。あ、はい、OK。3、4で、ハートが3つ残した状態でいいよ、OK って。なんかあれだなぁ。今日、5連鎖と6連鎖を判断できてないの。全然弱い。なんでなん。なんでなん。でも絶対一撃じゃ持っていけないよね。割とマジで。はい。はい。はい。8。ラッキー10コンボ。11、12、13。なんか久々に見た気がする。すごい。14コンボとか、あるんだね、世の中に。すげえ久々に見た気がする。あ、なんかこれぐらいしないと無双できない?今って。この、そんなレベルまで来ちゃってる感じなんだ。わー、重いですね。さあ、4面のボスはイギーです。知ってます。さあ。青、下闇、下草、あ、上の、で、こう抜けて左側。あ、これ結構いいんじゃない?え、すごい綺麗に並んでません?ほら。すげえ。自力7コンボとか。すげえ綺麗に並んでたんだよ。落ちたでしょ、これ。やっぱ、運ゲー!パズドラは運ゲーです運ゲーですわ。マジで。どっからどう考えても運ゲーですわ、こんな。だってさ、今みたいにポーコ、だって常にああいう並び方してればいいんでしょ?無双できるんでしょ?だから運ゲーですよ、パズドラ。いやー、どうしましょうかね。ちょっと次の、お城、行きますか。行くとカメラが最終的に止まる可能性がワンチャンありますよ。どうなんですか?実力的には止まりそうな気がしますけど。やりますか?行きますか?さあ何か出てくるかな?味方は特に出てこないんで行きましょうか。通常コース。覚悟を決めてさ、ボム兵とかがいるから、まあでもクッパちゃんは生えますよね。よし!あと15分以内に終わらせる。後半戦。